はい、どうもデルです。さて今回はですね、おい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 、パープルサーキット第3弾解禁やないかーい、ということで、おいマジか、もうないと思ってたよ。キットフェノメロンのパープルサーキットですよね。スケジュール第3弾が解禁になったということで、いやーマジか、あるんだね、ということでね、嬉しいですね。こうやってね、また会える機会がねあるっていうのは嬉しいですね。そう、僕もね実は会いに行けちゃいそうなんですよね。というのも、阪急西宮ガーデンズが12月2日に入っちゃおりますよ、ということで、いやー嬉しいなー、ということでね、またね、あの阪急西宮ガーデンズです。僕の運が大爆発するであろう阪急西宮ガーデンズということでね、しかも一部二部あるということで、いやー嬉しい嬉しい、いやー絶対行く絶対行くよ、ということでね、今から楽しみにしていきたいなと思うんですけれども、やっぱりね第3弾ということで、第1弾第2弾とはもしかしたらセットリストが変わるような僕は気がしてならないです。やっぱ第3弾やる、しかもまあね、ほぼほぼリリース日ね、パープルサーキットというかニューシングル存在証明のリリース日前後が多いので、まあ前後、まあ前日とその後ばっかりじゃないですか。なのでまあね、やっぱパープルサーキットの中でもね、その存在証明の中に含まれている OMW だったりとかパープルドーンというのがやっぱ披露される、そんな第3弾になるんじゃないかなって僕は睨んでおります。そうなるとやっぱね、やっぱ楽しみだよね、この OMW パープルドーンで、これ、ね、めちゃめちゃ聞きたいし、パフォーマンス見たいわけじゃないですか。どういう感じになるんだろうねと思ってるので、まだね楽曲も全然まだね聴けてるわけではないんですけれどもね、11月29日から聴けるようになると思うんですけれども、いやー嬉しい、第3弾嬉しい、しかもまた会いに行けちゃうね。もう最後じゃなかったね、この間の阪急西宮ガーデンズが最後じゃなかった、また阪急でね会えるということになりますので、やったー、ということでね、皆さんもね楽しみにしていただけたらなーなんていう風に思いますよね。もうほんと嬉しい、俺も本当に正直第3弾に関してはないと思ってたんですよ。やっぱリリース日以降にやってもそんなね、やっぱ大してと思ってたんで、まさかリリース日以降にやってくれると思ってなかったんでね、嬉しい、超びっくりした。もうしれっと、超しれっと情報解禁されてたんで、えっと思って、そんなしれっとと思って、で、今喋ってるんですけれども、第3弾ということで、まあ詳しく見ていきましょうか。まあ第3弾ということで、まずね、11月28日、リリース日前日ですね、タワーレコード渋谷店、7階屋上ということでね、そして次が11月29日水曜日ということで、コクーンシティ埼玉新都心、そして11月30日木曜日ダイバーシティ東京プラザということで、もう東京埼玉東京と続きますね。そして12月1日にね、アスナル金山ということで愛知県、あ、だからこれリリース日毎日やってんね、このリリース日のその週だから前日から毎日やってんね、やばいな。12月2日阪急西宮ガーデンズ兵庫県ということで、第1部第2部ありまして、で12月3日イオンレイクタウン風埼玉県ということで、第1部第2部あるよと。だから第1部第2部2部制のところは阪急西宮ガーデンズとイオンレイクタウン風というところ、この2カ所のみですね、土日のみですね。だからめっちゃ詰め込むね第3弾、だからこのもう日曜日12月3日をラストにして第3弾以降はないと、だから第4弾はないんじゃないかなと思っております。だからこのリリース日の週、その1週間に詰め込んでるというような感じかなと思っております。だからね、もうだからリリース日の週は以降はやらないという風なのかなって思ったりもしてるんで、もう第3弾で僕はラストかなと思っております、さすがにね。だから次の翌週からやる必要はねないので、多分ね、うん、多分そうだと思いますよ。いやめちゃめちゃ関東多いな。それにしてもこの中で阪急西宮ガーデンズ関西が入ってる時点でもうやっぱり俺に会いたがってんなと俺に会いたがってんなと、そう受け取らせていただきますよ。だってもう阪急西宮ガーデンズは俺が行くじゃん絶対ね。えキッドフェラメロンのメンバーたちも俺に会いたがってんじゃないのって、そんな感じにね。だってもうさ毎日やっていってね、だってさ要は関東が多いわけじゃん、まあ名古屋もあったり、まあ愛知県あったりしますけれどもね、その中に阪急西宮ガーデンズっていう場所を入れ込んでるということを見ると、
っぱね関西はやっぱ入れといた方がいいな、関西どこがいいんだろう、まあ阪急西宮ガーデンズ、まあネットやる来るんじゃないかみたいなまあそんなことない、そんなことない、普通に関西のねところまで来て、まあそのなんか関西以降、要は九州だったりとか、あとはまあ中国地方とか四国地方とか、まあその辺の人たちが来れるようにっていう風にしたわけなのかなっていう風には思ったりもしてますけれども、まあいかんせん関東多いなっていうやっぱ印象ですね。まあ仕方ないとは思うんですけれどもね、関東多いなっていう印象は受けておりますかね。いやーマジ楽しみだよ第3弾ね。多分セットリスト絶対チュチュハク変わるんで、これは変わらなかったら第3弾ね、リリース日のそのまあ何前後でやる必要ないと思うんでね、その週にやる必要はないと思うんで、まあそのね OMW だったりとかパープルドーンっていうのが見れる第3弾になると思うんで、皆様もねお近くだったりとか、まあ行けそうだなっていう場所があれば足を運んでいただいてもいいんじゃないかなと思っておりますので、皆さんねぜひともパープルサーキットラスト、多分第3弾ラストだと思うんで、応援していただけたらななんていうふうに思っております。僕も12月2日阪急西宮ガーデンズ2部両方行かせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回はですねパープルサーキット第3弾が解禁になったよということで、まあいろいろねお話をしていきました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバイ。